フェアリースキップ3コーナー回っていきます。あとは外12番カシノラウト、2馬身下がって1番トーアフィッコロが追走で後方集団は1段です。この集団の中に4番のレディペレグリン、3コーナー回っていきました。あとは千住エース、1馬身半差、後方からラビブリランテ、あるいはかわして外に7番のカシマヌアージ、最後方遅れて2番の八重の明かり、馬群は4コーナーカーブ、残り400切って直線に向いています。先頭堂々と15番イッツザファースト先頭で1馬身半のリード。さあ外から並びかける11番ガイアンゾーン、並びかけて残り200を切りました。この2頭追ってくる14番のデルマベルサイユ、3番手から前の2頭にじわじわっと接近してくる11番アイアンゾーンが抜けた、1馬身半のリード。2番手外から14番デルマベルサイユが上がってゴール。3着15番イッツザファースト、あとは12番カシノラウト。